起立、A、着席。みんなよく聞け、原作も映画もついにファイナルを迎えた。つうことはだ、留年しまくってたお前らも今回で卒業だ。ってことで、専攻生の空知秀明くんだ。空知に何か質問あるやつ、今なら何でも答えるそうだぞ。先生、質問も何もゴリラとどうやって会話するんですか。何、あいつ何言ってんの。ウゴホ言っててわかんないんだけど。俺も。先生、ゴリラが2匹もいる高校はもはや高校ではなく動物園だと思います。帰っていいですか。よし、わかった。近藤空知、答え早く檻に帰れ。すみません、よかったら私が通訳しますけど。先生。いや先生、お前だろ。しょうよ。永遠の時を留年してきた私なら彼らの言語も理解できます。永遠に留年してるやつはただのバカだ。しょうよ。近藤君の質問はこうです。ジャンプ誌においても稀に見る惨劇、二度の最終回詐欺、度重なる延期は何で起こったんですか。なぶねえ質問した覚えはありません。先生、やっぱこいつバカです。ああ、なるほど、そんなことが。先生、結局通訳必要なしですか。まあ、デリケートな話題なんでバナナの皮に包んで話すそうだな。先生、オブラートに包んでください。こんな感じです。先生、バナナの皮クソの役にも立ってません。赤狼突き破ってます。バナナじゃねえ。源一郎の背中を一心が突き破ってきて、そっから大変だったらしい。赤狼の話はもうやめてください。炎上します。他に質問あるやつ。先生、怖くてできません。はい先生、結局坂田銀時の出生は謎のままですが、その辺どうなってんでしょう。ファンの間では銀髪だからアマンとのハーフ説など出てますが、じゃあ髪が紫色のさっちゃんは大阪のおばはんのハーフなんですか。ピッパだよね。てか大阪のおばはんのハーフって何よ。安心しろサルトビ、君は大阪のおばはんではない。ハーフだから名古屋のおばはんだ。結局おばはん。ということはだ、銀髪の男は巣鴨のジジイのハーフですか。残念ながらどれも不正解。銀髪の理由はここだけの話。バナナの皮に包んで話すと。先生、身も蓋もありません。バナナの皮仕事しろ。はい、他に質問あるやつ。先生、もうやめてください。ボロが出るだけです。はい、ならば私が全てを後ろにしてやろう。この滅びの質問でな。先生まずいです。翔陽君の別人格偏差値うつろ君が発動してます。シャレにならん質問するつもりです。君と君はバナナはおやつに入るんですか。おお、翔陽君だ。邪魔をするな翔陽。私が聞きたいのはバナナは印税に入るんですか。いや、バナナはおやつに入りますよね。どうやら二人ともゴミクズみたいな質問みたいです。バナナは印税だ。バナナはおやつです。誰か二人を、正確に言うと一人のバカを止めろ。何か他の質問を。先生、結局オバジーって何だったんでしょうか。しつけんだよてめえは。先生、俺って結局死んだんすか、生きてんすか、どっちなんすか。高杉君だ。本編ではその静止がふわっとしたまま終わった。高杉君だ。あれについては希望が持てるようにあえて描写を避けたに決まってんだろう。それとも何か、どんな残酷な事実も受け止める覚悟があると。ああ、身も蓋もねえ。バナナの皮で包め。まあどっちでもいいんだが、気になるなら高杉が生きてるかどうか多数決取るか。民主主義で人の生死決めんな。おい、あのケツ丸出しのガキが復活した高杉か、捨てられた知らないガキか、好きなケツを選べ。先生、すでに2票入ってます。じゃあ赤色で。私も。俺も。先生、全員死んだに1票で。